ユーザーからハロにガンダムについて教えてと話しかけますと、このハロがガンダムのことを劇中同様の語り口調で教えてくれたりします。アムロやシャー、ザクなどハロには豊富な知識がインプットされていますので、ユーザーの会話内容を分析して最適な会話でコミュニケーションしてくれます。ガンダムのメカやキャラクター、エピソードやセリフなど幅広く作品を紹介するうんちくはもちろんのこと、逆にこのハロからユーザーにクイズを出したりなんてこともあります。ガンダムの基本からちょっと踏み込んだ内容まで延々とガンダムについて語り合って楽しんでいただくことができます。さて、こちらの会話システムには日本 IBM 株式会社の技術を活用しておりますので、高い精度での会話が期待できます。そして今回こちらに展示しております会話用の試作機を今後さらにブラッシュアップいたしまして、皆様のお手元にお届けしたいと思っています。さて、このハロの声ですが、現在ハロのオフィシャルボイスとして活躍されていらっしゃいます声優の新井さとみさんが担当されています。新井さんは劇場版ゼータガンダムでハロと、そしてヒロインのファン・ユイ・リン役、また機動戦士ガンダム G オリジンのハロを演じておりまして、昨今ではハロといえば新井さんとお思いの方も多いのではないでしょうか。今回は新井さんの声を合成音声という形でハロらしい自然な発話をするように開発されています。こちらに実際に会話できる試作機をご用意させていただいておりますので、ぜひご体験いただければと思います。とにかく体験してみたいという方いらっしゃいませんか。よろしければお客様いかがですか。じゃあぜひ皆様後ほどお時間ありましたら、ぜひハロとの会話も体験していただければと思います。さて、皆様いかがでしょうか。こんなことを聞いてみたい、ハロと話してみたいという方はぜひですね、このステージ終了後に話しかけてみていただければと思います。そして続きまして、ガンシュージュハロの本体の仕様についてご説明させていただきます。こちらハロ本体の設計はパソコンやスマートフォンの開発販売でおなじみのバイゴ株式会社が担当しています。ハロはご覧のようにシンプルな球体ですが、特殊な色を掛け合わせた結果、洗練された未来的な雰囲気をまとったまるで高級家電のような装いとなっています。またこの本体の下部にはモーターを内蔵しておりまして、前後左右にゆらゆらと揺れることもできるんです。その際、耳のカバーを開けておきますと、本体の揺れに合わせてカバーがパタパタと動きまして、愛らしい動作で楽しませてくれます。さらにハロと会話している人の方向にぐるっと向きを変えることもできますので、ハロがそっぽを向いたままお話しするなんていうことはありません。そしてハロの目と口には LED を内蔵しています。会話中は目と口が点滅したり、またバッテリーが少なくなりますと目が赤く点滅するなど、ハロの状態を表現するのに活用されています。そしてこのハロのサイズはアニメに登場したものよりもやや小ぶり、およそ19センチで設計されています。お部屋に置いておくのにも、またプレゼントするのにも大きすぎず小さすぎずでちょうどいいサイズ感となっています。このガンシュルジュハロは球体ですから、普通ですと転がっちゃうのではないかと心配になる方も多いかと思います。でも、このために充電機能をつけました台座も付属する予定となっておりまして、それとは別にパーツの差し替えで手足を出した状態でのディスプレイも予定されております。ちょうどあちらに飾っておりますのがこのディスプレイ用のモデルとなっております。そして、皆様に先ほどもご体験いただきました、こちらにございますのが音声モデル、さらに今動いてますね、こちらが稼働モデルとなっておりまして、今回3パターンで皆様にご覧いただいております。バンダイとバンダイナムコスタジオではガンシュルジュハローを商品としてより完成度を高めるために、会話や設計以外の部分で遊びや演出を検討しています。
まあ、その中の一例を挙げますと、今回はご用意できませんでしたけれども、まあ、現在専用アプリの開発を計画しております。Bluetooth でハロとスマートフォンを接続することで、スピーカーや目覚まし時計、さらにはハロのお休み時間の設定など、会話以外の付加機能も検討されています。BN ボットプロジェクトの記念すべき第1弾となりますガンシェルジュハロ、バンダイナムコグループのキャラクター愛が詰め込まれた自信作といたしまして、皆様のもとにお届けしたいと今目下全力で開発中でございます。どうぞ皆様ご期待ください。